はい、今回ですね、誰やねんと。やっぱこういうの。こういうのがテンション上がんのよ。ジョリット?ヘンドリックスかな。すごいな。ヨリとか。ヨリとヘンドリックス。ややこしいな。あ、でも現役やな。95年か。ボランチか、これは。知らねえ。これは知らねえぞ。知らねえやん。ヘンドリックスは、現在はウエスタンシドニー。あ、20代後半で、こんなとこ行っちゃった？あ、ヨーロッパ厳しかったよね。あ、でもオランダ代表歴1キャップあんぞ。ワールドカップ行ってるなんてことある？もしかして。もしかしてだけど、ないね、残念。ノーマイ。フレンドリーマッチという感じで。あ、オーストラリアで試合出てるんですね。ウエスタンシドニー。ウエスタンシドニーって小野伸二がいたとこやったっけ？そう忘れた。まあ、どうでもいいや。どうでもいいや。キャリア的には PSV のユース出身と。で、そこでトップに上がりの。あ、PSV が長いんやな。ステップアップできんかったんか。で、スパルタクモスクワ。なぜそのとこ行った？で、フェイエノールと。で、デュッセルドルフ。微妙だの。で、オーストラリアに来たと。これは微妙っすね。多分近々中東とかアメリカに行くパティンかな。でも、中東、アメリカも最近レベル高いからな。なかなか行けへんよな。J リーグワンチャンあるかもな。まあでもボランチやからな。ボランチに外国人いらんやな、別にな。いや、でも渋いね。元オランダ代表で、現在オーストラリアでプレイしてると。これはなかなか面白いじゃん。ていうかさ、逆にさ、ウエスタンシドニーでも誰がいんの？それ検索しようか。ウエスタンシドニー。おー、出てきた。知ってる選手いるかな？わからんな。これ全部海外表記か。知ってるやつなんかおらんかな、海外組とかで。いやー、わからんか。これではなかなか難しいな。明らかに海外でやってそうなやつが。いないな、ちょっと。ちょっと難しい。微妙だね。知らんな。誰一人知らんな。というよりも、ウエスタンシドニーにこいつの名前ないぞ。もしかしてクビになった？早くも。ヘンドリックスさんの名前ないんやけど。見たことある？いや、まあいいや。はい、そんな感じで。どこで頑張ってるんですか、今。